森谷博之は東京都町田市出身の男子プロテニス選手。所属は北日本物産。町田市立小山省藤沢市立藤川岡中湘南高科大学附属高等学校卒。ATP ランキング自己最高位はシングルス143位、ダブルス224位。6歳でテニスを始める。中学時代は全国中学校テニス選手権で優勝。 高校時代は高校総体でシングルスダブルス団体の三冠を獲得する。世界スーパージュニアテニス選手権大会でもシングルスで準優勝する。2008年12月にプロに転校。全日本テニス選手権では2008年にベスト4。2009年と2010年はベスト8。2011年の決勝で伊藤龍馬を5から7、7から6。 6から2で破り初優勝した。4大大会では2012年全仏オープンから予選に挑戦を始めた。3度目の2012年全米オープン予選決勝でダニエル・コサコフスキーを4から6、7から6、6から3で破り、グランドスラム本戦に初出場した。1回戦でイワンド・ディグニレイから6、1から6、2から6で完敗した。9月のタイオープンでは、 予選から勝ち上がり1回戦で、ロビン・ハーセオ2から6、7から6、6から3で破り ATP ツアーでの初勝利を挙げた。2回戦で、ヤンコティプサレビッチに4から6、4から6で破れた。楽天ジャパンオープンにも、ワイルドカードで出場し、1回戦で、スタニスラス・ワウ・リンカに5から7、6から4、4から6で破れた。 11月のダンロップワールドチャレンジテニストーナメントで準優勝し、ランキングを171位まで上げた。4月に行われたデビスカップアジア、オセアニアゾーングループ12回戦の韓国戦でデビスカップ日本代表に初招集され、2日目のダブルスで内山康史隆とペアを組み同大会初出場を果たす。相手ペアに5から7、1から6、 4から6で敗れたものの、日本チームは通算で3勝2敗とし、同年9月のワールドグループプレイオフに進出を決めた。7月のグランビーチャレンジャーでは、決勝で、ファブリス・マルタンを7から5、6から7、6から3で勝利し、ATP チャレンジャーツアー初優勝を果たした。全豪オープンは、予選決勝で敗れたものの、出場予定だったフアン・マルティン・デル・ポートロが、 左手首の故障を理由に欠場したため、ラッキールーザーで出場。1回戦で、イエジアノビッツに6から7、6から2、3から6、5から7で敗北。ウィンブルドンでは予選を突破し、同大会で初出場を果たすが、1回戦で、第9シードのマリンチリッチに3から6、2から6、6から7で敗れた。9月に開催された、 新戦オープンでは予選を勝ち上がると、1回戦で、リチャルダスベランキスに6から4、6から3で勝利し3年ぶりの ATP ツアー本戦勝利を挙げた。2回戦では、第3シードのトミーロブレドに7から5、6から3で敗れベスト8進出はならなかった。9月の南勝チャレンジャーでは2回戦で、伊藤龍馬を6から4、6から0で破るなど、決勝に進出。 決勝で韓国の若手、低減を4の6、6から1、6から4で勝利し、ATP チャレンジャーツアー2勝目を挙げた。5月のラフバラーチャレンジャーでは、第8シードから勝ち上がり、決勝では、元世界89位のジェームズ・ワードを6から2、7から5で破って優勝。初戦から、7セット0で、ATP チャレンジャーツアー3勝目を果たした。 また9月に行われた、上海チャレンジャーでは、序盤フルセットの戦いを強いられながら勝ち上がり、準決勝では、中国のゼリーに6から7、7から6、7から6で逆転勝ち。決勝では、ブラズ・カブチッチに敗れるも、準優勝を飾った。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退。 RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 ありがとうございます。